はい、皆さんこんにちは。船井総合研究所の岡でございます。今回は優秀起業家に関して、考えていきたいと思います。皆様、会社経営、まあ会社に属してるか経営してるか、まあ少しあると思いますけども、会社経営をしていくっていう中で、優秀起業家という意識あるでしょうか。例えば、儲けたいとか、まあうまく稼ぎたいとか、まあいろんな、ニーズは初期段階でも当然あるわけですけども、優秀起業になってみたいと思いませんかと。まあ、優秀企業だと言われたいと思いませんか。まあ、人間だと、あの人は優秀だなとか、まあ、立派だなと言われるような状況に なりたくないですかという、まあ、こういう捉え方ですね。で、この非常に重要なことは、優秀とは何かというのは、能力が高いということを言ってるんじゃないんですよね。おそらく。社会の中で優秀だと言われている会社は、まあ、しっかり稼いで、しっかりね、例えば儲ける、利益も残すと。まあ、こういうことはもちろんなんですけども、社会への還元性が非常に高いと。社会を変えるとか、社会を豊かにするっていうことに関して、実績を残していると。まあ、こういうようなこと、会社が優秀企業と言われると思います。で、そういう状態になってない会社が、社員全一丸となって、そういう会社になろうと。まあ、こういうふうに思っていくことが非常に重要なこと。まあ、これが、船井幸雄が、創業者の船井幸雄が言いたかったことだと思います。で、人間、船井幸雄の捉え方というのは、後輩である我々、船井総合研究所コンサルタントも、常に直接、間接的に教えていただいたわけですけども、基本的には、人間は生きていくために使命があるんだと。使命と。自分が豊かになるだけじゃなくて、社会を豊かにしていくと。いい地球作っていくんだと。いい社会作っていくんだと。これが非常に重要なことなんだと。世の中の役に立つと。まあ、こういうことは非常にお世話になるよりお世話すると。まあ、こういうふうな形になっていこうと。まあ、こういうような思想を色濃く持ってる、コンサルタント会社です。で、船井幸雄、まあ、こちらの方にあるようにですね、まあ、企業には3つの使命があるというふうに、整理しました。で、1つは、いわゆる収益性の追求。収益性の追求。それから2つ目は、いわゆる、その教育性の追求。教育性の追求。それから、三つ目は、社会性の追求。この三つが大事なんだよと。追求ということは、これを実現しなきゃいけないということですね。で、通常企業が生まれる。まあ、誰かが起業して経営者が、となって、創業経営者となって、事業を展開していくと。まあ、目先は投資を回収しなきゃいけませんからね。さらにちょっと少しは、ね、頑張ってるんだから豊かになりたいですから。まあ、収益性を追求というのは、これ自然と目が向くんですよね。自然と目が向く。で、いわゆる規模が多少大きくなろうと、まあ、まあ、小さいままでいこうと、収益性を追求のは意識しなくても頭から離れることはないですよ、普通は。要は、利益がなかったら明日の仕入れもできないし、給料を払えることもできないわけですから、ここはね、比較的、スッと入ってくるんですよ。スッと。問題は、教育性の追求と社会性の追求に目が向くかということなんですよ。で、この教育性を追求のは、例えば、事業を起こすでしょ？これは私自身の経験でもそうだし、船井総合研究所という会社も一つの会社ですから、こういう課題は常にあります。それからクライアント企業でも常にあるわけですけど、まあ大体組織っていうのは人が二人以上複数名が集まって組織ができてるわけですよね。で、会社が大きくなるっていうことは、会社の中に小さな組織がいくつもできて、連携しながら分業作業してるわけですね。管理部門が給料の計算してくれてるとか、社会保険の手続きしてくれてるとか、それから営業部門が売ってきてるとか、商品開発部門が商品作ってるとか、工場で製造してるとか、まあいろいろ分かれてるわけですね。この、いわゆるその、人が集って力を合わせて事業をやってますというところの中で、まあ多くの問題、これは大きな会社でも小さな会社でも、まあこれは非営利の会社でも、団体とか組織でもそうでしょうね。大体人の問題になるんですよ。こう、事業が少し大きくなると。まあ、自分でやってるときは全て自分の責任ですから、一人でやってるときには。まあ、大体納得もできるし、呆れもつくんですけど、まあ、複数名が集まるとね、なんであいつ思った通りに動けへんねやと。俺がこんなに考えてるのに、いう問題が起こるんですよ。で、こっちは俺がこんだけやってやっとんのになんでお前そう来るんだよ、みたいな話だけど、本人に聞くと、私やってもらってませんと。そんな気ありませんしと。まあ、こういう話で、思いが全然なんか繋がってないというか、ミスマッチというかね。
まあ、こんな問題が起こるわけですね。それでまあ、飽きちゃった人だとか嫌な茶師を辞めちゃうと。で、辞めたいよ話の中で、これいかんと。一つのね、志高い目標に向かって、力を合わせて進んでいく組織作らなあかん組織よって。やっぱこれ教育大事やって話もなるわけですよ。で、この辺まで行くと、人を育てることによって利益を獲得していく。収益を獲得していくことなんだなって気がつくわけですね。最初は何でもいいから、もう稼げへんやったらクビにしたらええやんみたいな話になってきて、あんま人の成長と収益の獲得の辺があんまり腑に落ちてないんですよね。でも基本的に、企業っていうのは大きくなっていく過程の中で、自分がやるだけじゃなくて、働いていただいて従業員の人たちに気持ちよく働いていただいて、成長していただいて、しっかり稼いでもらうという、この循環を作らなきゃいけないっていう話のところになって、この教育性の追求が重要なんだと。俺たちは教育できてないもんな、みたいな話もなるわけですね。で、この辺が、まあ、波のちょい上ぐらいの会社なんですよ。で、次があるんですよ、実は。本来は、冷静に考えるとたった一人で起業した時にやっぱりこういう意識あったのに今忘れちゃったなみたいな話が社会性の続きですね。まあ要は分かりやすく言ったら世のため人になるためのことを何かできたいかなとかもっとできると。で、これ余力がないとできないですよね、余力がないと。しっかり利益を稼いで、しっかり例えば人を教育していくからこそいい貢献、社会に対しての貢献ができるんですね。例えばね、教育をして人材を育成したりとか、これ自体も社会に対しての貢献なんですね。特に地方企業の場合は、地域で雇用を生み出して、有能な人材育成していって地域に還元していくと。まあ、こういうこと自体も、こう、めちゃめちゃ明確な貢献なんですよ。で、いわゆる日本の会社がそれを日本中でやってるわけですよね。地域っていうのは日本なわけで。日本の、働く人たちが、どんどん意識高く働いて、いい製品サービスを世界中に提供しながら、自分自身も成長していって、ハッピーハッピーと。まあ、こういうような話ですね。この社会性の追求っていうものは忘れがちなんですけど、くるーっと日本経済一周回って、ちょっと最近になってきて、やっぱりこれ大事だなっていう話で、昔の日本っていうのは明治時代って多分社会性の追求かなり強く意識されてたはずなんです。国家だとか社会いうものが強く意識されてたから。最近は国家だとか社会いうものはあって当然と。権利はもうもらって当然と。まあ、この辺のことがあるから、もらう方が気になって、貢献する方がちょっと後ろ回しになってたんだけど、いよいよちょっと社会もいろんな困難な状況が出てきて、貢献いるよなと。こう、インプットとアウトプット両方なかったら、社会良くならないなと、みたいな話になってきてるわけですね。この3つのバランスのいい実践が非常に重要だということが、まあ、船井幸夫が企業としてしっかり意識しなきゃいけないよということです。まあ、強弱あると思うんですけど、企業の発展段階の中で、社会性の追求、特に、意識してやっていくことがこれから重要じゃないでしょうか。で、これ逆に言うとね、非営利団体の人たちと話をすると、いや、社会性の追求やってますと。儲からなくていいんだ。いや、これもダメなんですよ。だから船井幸夫なんかに、そういう時の経営相談とかご質問の時には答えてたのね。いや、それはダメだと。やっぱり大きくならなあかんと。しっかり利益を出さなあかんと。ただそれを自分たちのダメに使わなくて、もう一回社会に戻したらいいんだろうと。たくさん戻そうと思ったらしっかりも利益獲得しなきゃいけないんだよって。それがわからないか君はとか言って、まあ言ってたわけですよ。まあ、その通りですね。だから、儲からなくていいぐらいしかやられてない社会貢献はちっちゃいんですよ。なかなかそれでは社会全体良くならないし変わらないしね。ないよりはいいですけども。まあ、こういうような形は捉え方だと思いますし、いろんな様々な考え方あると思いますけども、一つ、しっかり考えていただきたい。皆様にも考えていただきたいなと思うところです。で、この三つの使命を、ね、例えば実践するんだと。自分たちの、例えば、この中核となるこの事業においてと。まあ、これが会社でしょ。で、この会社で問題になるのは、例えば全員が一丸となってきて、収益を獲得して、人を育てて教育して、ね、もう、しっかり社会に還元とかいう話のところをやろうと思っても、大体バラバラなんですよ。だから、組織っていうのはね、まとまってることの方が珍しいんですよ。普通の状態がバラバラなんですよ。これが例えば、経営者の人で、まとまってるのが当然のはずやのに、俺が社長の言うこと聞けへんっていう人で、いや、普通そんなないんですよ。もともとバラバラになりやすいもんなんですよ。で、特に最近はね、社会が高度化してきてるし、そんなに貧しい時代もね、こう、からは成長してきて変わってきてるんで、社会が充実してきて成熟してきてるんで、自我が発達してるじゃないですか。
だから俺は俺やみたいな人が多いわけですから、なかなかまとまらない。で、この3つの円が書いてるのは、企業活動ってね、実は整理してみると、この3つの視点で、ここやるんだという話で、これをやってしっかり儲けて、しっかりそれをやるために教育してて、しっかり貢献するんだってところからずれてることが多いんですね。まず一つは、自分たちのウィルです。ウィル。自分たちが何をしたいんだと、本当は。何がしたいんだと。これが不明確な会社のまま、ただただ朝から晩まで働いて、労働時間分だけ給料もらってますと。いや、それはちょっと違うやろと。会社も問題し、あなたも問題でしょ、みたいな話に なるわけですね。そもそも我々は、どういうベネフィットを社会だとか、クライアントに提供していって、食っていくかと。まあ、こういうことは非常に大事なことなんですね。そもそも意思ない経営はちょっとなかなか進みが遅いですよ。それがもう一つは、自分たちの会社のリソース。まあ、人的リソースだとか、持ってる技術だとか含めてね。このラインナップでどこまでのことがやれるんだというキャンの問題ですね。能力です。でも能力出し切ってない人がいるわけですよ。だから例えば野球のチームとかプロのね、チームの見たらわかりますよね。選手一人一人いいナンバーで取ってるんですよ。ところが監督かコーチが悪いんか、フロントが悪いんか知りませんけど、なかなか点取れへんとか弱いと。ところが監督かあったら取れるようになったり勝つと。これなんだという話ですよね。これはいわゆるリーダーだとかトップの監督の方のこの戦力の見方が違うんでしょうね。使い方と投入の仕方が。だそれで成果が大きく変わることだから、このキャンを知るということですね。例えば、私どもの会社も今チャレンジ中ですけど、会社の中にどういうような、例えば能力を持った社員たちが集っているのかすら把握しないと。いや、能力どころかあんた誰やいう話ですよね。名前しか知りませんと。家族もバックボーンも心情も知りませんと。いや、これ引き出す前の問題ですよね、引き出す前の。こういうような問題があって、まあ自分たちでも、だから大体普通は能力が100あったとしてもね、ほとんど使ってないんですよ。使い切れてないと。よくスーパーなんかでね、今時は日本はなかなか女性の方が金稼ぐのに、仕事して金稼ぐのに非常に難しいまだ問題だとか、慣習があると。まあ、よく、諸外国からも言われるわけですけども、よくあるんですよ。例えば、一般的にはね、例えば、小売業とかサービス業っていうのは、まあ、高度に、例えば、知識だとか、専門知識、能力だとかを発揮 しなくても、まあ、とっつきやすいから、まあ、そういう人たちが働いてるかなっていう誤解してる人いるじゃないですか。いや、そうじゃないんですよ。日本の場合はね、例えば、結婚して、商社に勤めてました。スチュアーデスやってました。まあ、キャビンアテンダーですね。今の言葉で言うと。それとか、教師やってましたと。一回辞めるでしょ？再就職難しいんですよ。で、仕方がないから、スーパーとかコンビニでバイトしましょう人も案外多いんですよ。で、4カ国語ペラペラなバイトの人とかね。で、それで本当にレジ打ちだとか、品出ししてて本当に日本の国家としては、損失じゃないのか、企業としてそれでいいのかいう問題があるし、いや、その人はそれでいいんだって言ったらいいんだけど、望んでないかもしれない。もっと高い意欲あるかもしれない。チャンスがあれば、なんかやりたいと思ってるかもしれないと。こういう場合があるわけですよ。これね、だから、パート、アルバイト、派遣社員の皆様、ベテランから若手、シニア世代の従業員、全員の社員、経営資源で何ができるかですね。それからうちの会社に転がってる機械、設備、古くから伝承されてる技術、どこまで使いたくって、どこまでとことん利用して何ができるかと。まあこういうこと。いわゆるレガシー産業であっても、再活性化、もう一回着火していって新しくイノベーションを起こしていく中でこれ重要な視点ですね。で、もう一つはマスト。これは全く普通一般の中小企業の場合はないです。マスト。例えば、俺はやりたいこと明確で、社員もね、とにかく頑張ろうということで頑張ってますと。まあ、ここで言ったら、ウィルとキャンはまあまあやってますと。マストはね、よその市場の変化とライバル見てよと。例えば、これはね、いつも私、コンサルティングしてると聞くんですよ。マーケティングの勉強の中ではね、コンペティターの分析って大事やって言うんだけど、普通やってないですよ。例えば、コンペティターもモデル店。最新事例の辺もね、情報不足で、いや、社長と、社長が、例えば目標してる業界一番いいなという店、企業どこですかって答えられない、幹部社。一番って、まあ、ええか、いや、ちょ、ええかしら、一番の会社。
一番いいなと、あそこ素晴らしい、あんな会社になりたいところどこですかって言った時ね、出てこない会社が多いんですよ。これはまずいですね、これはまずい。で、やっぱりあの、船総合研究所のモデル商法って言ってた。まあ、モデルがあったら、その通りやったらそれに近しいことになるわけだから、すぐ楽ちんでいいよと、効率的だよってこう言うわけですけど、そもそも論として、ライバルの店がね、例えば品揃えどうなってるか、接客サービスどうしてるか、どういうような商品を主軸にしてるのか、どこで違いを作っていって特徴をね、醸し出してるのか、相手の強みはどっか弱みはどけても、これもね、それこそ本当ね、中国4000年の歴史の前の戦争、敵知らないと勝てないですよね。で、一時流通業なんかが激しい戦いをしてて元気だった頃はね、例えば、家電量販店の人たちは、朝トコトコトコっと相手のライバル店のとこ行って嫌がれるのも行って、ビデオカメラとか大型テレビの値段を見てくると。値段合わさないといけないから。相手で高いとお客さん言われたら、なんかもう、値引き交渉もややこしいし、こねられるんで、まあ、この辺見ましょうと。まあ、ネットでも価格は大体、公正になってきてますけど、まあ、そういうことしてた時代、元気な時代がこうあったわけですね。まあ、そういうものがいいか悪いかは別として、基本的に競争戦略っていうのは、相手の強みを、まあ、強みはもうなくせえだから持ってますからね。あまり力を出さないようにして、抑え込んで、自分の強みだけを引き出して、お客様を魅了して引きつけていくのが、まあ、ビジネスなわけですよ。ところが、相手のことを知らない。最近ちょっと日本で大きな問題になってるのは、いや、市場縮小がもうすごい勢いですよ、と。10年で半分どころか3分の1になってますよ、社長。いや、俺頑張るんや。いやいや、こう3分の1になってきたら、さすがに各半余地がなくなってきて、えらい困ると思うんだけど、将来どうか、これ多分3分の1が5分の1くらいになる予定ですよね。いや、このままで頑張ることはできませんか、お母さんと。いや、できませんよ、それは普通は。もうなくなろうとしてんねんから、どうもこうもならんと。まあ、こういうものを、目を向けない。怖いんでしょうね。で、こういうものをしっかり目を向けて、冷静に、ここやってピンポイントを真ん中のとこ、ポーンというとこ、フォーカスポイントを見つけるということが非常に、大事なんですね。打ち返す力が大きくなるんですね。スポットが当たって、ピャーンと飛んでいくわけですね。まあ、こういうことをやってほしいなと。で、こういうことはできない会社が優秀なになっていくはずもないと。で、もう一つの視点は、左の人にあるんですけど、常に組織はバラバラなんですよ。で、一体化したらいいっていう話があるじゃないですか。もちろんなんです。上から下まで意思疎通ができて、足並み揃えてガーッと進軍ラッパ吹いたら動きますと。問題は動いてるだけじゃ勝てない話なんですよ。いわゆる社会が成熟化してくると、差別化をね、実践して、独自性を発揮していって、ぐぐぐーんと、いわゆるメリハリですよね。いろんな品揃えとか事業やってたとしても、このあたりがうちのポイントって、例えば、即日配送とかいう話だとか、何でも修理とかいう話だとか、いわゆるその、USP と言われるんですね。ユニークセリング、プロポジションというやつですね。ここがうちの強みですよ、売りですよ、という話が目に入らないと客を取れないんですよね。ということは、上から下まで自分たちの会社の特徴を宣伝する宣伝マン、営業マンでないとダメなんですよ。経営者でも、現場の人でも。例えば、お菓子売ってても、うちの会社は、あんが非常に上品で和菓子で、そんと甘ったらくなくて、本当にお茶菓子としてはね、例えば、美味しいんですよとか言い合ったら、それを言わないと売れないわけですから。でも、それは、その特徴のあるあんを作ってないとできないことですよね。これを作ろうというようなことを誰かが上の人が言わない限りは下には降りてこないんですよ。だから経営者の仕事っていうのは自分たちの哲学だとか理念に基づいて我々はここで差別化する、ここで独自性を発揮するって うちはこれで勝負するものをしっかりと 上の段階でいわゆる経営レベル、トップマネジメントとか戦略レベルでしっかり固めると。で、それを、ね、どういうふうな形でお客様にアピールしていって見せていくかいうことを中間層が考えて、現場の人たちは、わかります?反則でこれがポイントなのに店に並んでへんとかね。これまずいわけです。ロスが出るわけですよ。で、従業員が説明できないとかね。聞かれたとき。これが例えば、一番の特徴が全面的に反則に出て、店を見たらそれがちゃんと魅力的に陳列されてて、聞いたらそれをね、本当にこれいいんですよと説明してくれると。まあ、この状態を作っていこうという意思を、まあ、中間層というのはね、だったら組織で分業化されてるんで、店舗ウェーブとか商品開発部だとか販促部だとかやってるんで、この責任者が横串を例えば取って、
この辺で勝負し続けると分かってないとダメですね。いや、例えばスーパーで行った時に店舗開発部とかあって、店舗のゼネコンタさんとこと一緒で店設計するんですよ。設計してから何置くかっていう店と、うちは鮮魚が特徴だから鮮魚の売り場がめちゃめちゃダイナミックで魅力的に作るような、ちょっと変形になるかもしれないけど店作っとこういうことで店作るとかなり変わってしまうわけですよね。作ってから鮮魚一生懸命陳列レベルで魅力的にやったかってたかが知れてるわけですよ。こういうところの、いわゆるその、いわゆる戦略的差別化をある程度しっかり上と中間層は考えて連携して実践すると。その中で、鮮魚売り場で元気にあの従業員に、うちの魚は鮮度がいいんだっていうことを言って実演販売させるっていう話で、しっかり、そのうちの特徴を伝えていくと。まあ、こういうことが上から下までと縦串横串の連携で実践するときに大事だと。これができるとかなり優秀になってくると。外枠としてはね、やっと競争力高まるから。やること決めて、強制力が高まる組織マネジメントとか組織構築していく話ですよね、これ。で問題は、これ外側で来て、これでいい会社になる方はならないんですよ。ならない。で、これはどういうことかというと、この右側の方にあってね、企業経営ってなかなか難しいですよ。経営資源という人物、金、情報。まあ、その他いろいろありますよね。これを整えてレベルアップしていくわけですよね。お金も増えていく、人材の質高まる、商品力強くなる、店舗は競争力高まる、反則もなかなか毎度レベルアップしていくと、年々レベルアップしていくから企業収益増えるんですよね。で、これをしていく、頭は常にお話しますけど、船井総合研究所は理念が大事と。まあ、この立ち位置は、譲らないんですね。で、企業理念と経営理念ってここで書いてある。企業理念っていうのはね、今時は複数業態やったりとか、昔はせんべい屋さんやったけど、今は例えば総合食品会社とかいろいろあるじゃないですか。企業理念は、業態だとか時代が変わっても、我々の、まあ、家訓と一緒ですよね。こういう企業経営の考え方で社員さん大事にしてやってきますとか、お客様重視でやってきますとか、この辺ね。経営理念というのは、まあ、100年間ぐらいとか、まあ、50年間ぐらい、このビジネスをやる限りには、これでいきますねっていうぐらいの話のことを言ってる話ですね。で、それよりもちょっと短期的な話で、中期ビジョン。中期。100億目指してるんだとか、300人の社員目指してるんだというところ、まあ、あるじゃないですか。それが、毎年とか、毎月の売り上げとかに分解されて落ちてくる。まあ、ここまで行くじゃないですか。ここまで行かないと、この左側の方にもある事業ってできないんですよ。ところが、もう一つは、組織体制とか、人の教育性ですよね。人をどうするかいうところが、それだけではできないんですよ。現状をうまく調整してやっていくだけの問題じゃなくて、育成の話ができないし、育成っていうのは、企業家から見てるんだけど、働く人から見たら自分のキャリアのことなんですよ。自分の人生未来どうしてくれんのこの会社は話なんですよ。で、それって結構企業から見たら小さい話かもしれないけど、働く一人の人間としてはめちゃめちゃ大事ですよ。今はええと。私の未来どうなるんですかってみんな考えてるわけですよ。不透明化が進んでますからね。右肩上がりの時代ってあんまり心配しなくていいけど、だんだんなんか将来心配になってくるなとなると、まあ、少子高齢化だしには難しいと。じゃあその中で大事になってくるのは、まずもって将来どうなるんですかいうところに関してキャリアプランね、キャリアプラン、キャリアプランと、今はそれから何でもやってやとか言われたらもう無限地獄の中に落とし入れられてみたでしょ。もう多能工なのかなんか無限地獄かわからないけど、まあとにかくもうこれ俺の仕事かみたいなもんまで押し付けられると、能力ある人ほど押し付けられると、なんと不公平感出るじゃないですか。だから基本的に適正な評価しようと思ったら役割をちゃんと明確化した後、例えば能力が高まってきたりとか経験値を積んだら、次ここ行ってね、次ここ行ってね、まあ平均これぐらいで3年ぐらいでこの辺行ってもらうのがうちの平均かなみたいな話、まあこのあたりがないといかんわけですよ。で、キャリアプランで肩書きだとか役職が上がっていたとしてもね、評価ついてくるのはまあお金ね、給料とかね、その他福利厚生がどうなるか問題があるわけですよ。アメリカだったら保険はどうなるんですかとか言ってあるわけですよ。保険代払えないんですか高くてと。会社が負担してくれたらいいなとかあるわけですよね。で、この辺なんかの、いわゆるその評価、ある部分をクリアしたら、まあ、特に今はこの辺の能力をどう見ていくか。で、ジョブ型と言われるのことかもしれませんよね。肩書きで給料払うんじゃなくて、能力だとか役割をちゃんと達成した、実現したら、まあ、払いましょうと。まあ、この辺の適正な評価をする仕組み。誰が評価してどういうルールやっていうところから含めてですよ。この辺ちゃんとはっきりしましょうって話ですね。もう一つは、今特に働き方改革だとか、
いわゆるその労働に、さまざまな雇用形態とかが出てるんで、非常に難しい。働く場所の問題も。結局、就業規則でリモート勤務禁止してますみたいな、もうなんぼリモートの能力があってもリモート勤務できないんですよ。これ当たり前ですよね。これ今さまざまな業種があって、いろんな事情もあるんですけども、まあ、よりフレキシブルでいろんな可能性が追求できる方がいいじゃないですか。これやっぱり一応ね、雇用関係を結んでるんで、会社って。ちょっと就業規則に明記しない限りはできないんですよ。そもそも就業規則ありませんとか、就業規則見直してません。だから、就業規則って本来は時代に合わせてアップデートされて、見直されるべきなんですよね。まあ、こういうものもちゃんとやっていきましょうようなことをやらないと、要は、後ろの体制ができてないと力発揮しないんですよね。やりたいことをやりましょうという話で、もう経営者夢大きい人多いから、進めという話のところは得意なのね。ところが、後ろの方の一人一人の人生と幸せに問題があるわけですよ。ここはね、ちょっとね、後回しになることが非常に多い。で、ここの語りまでしっかりと目配りをして、一人一人が付加価値を高める仕事をして、人生を充実させて、まあ充実するとパフォーマンスって結構上がってきますから、不安だとか悩みが多いと下がってきますからね、パフォーマンスって。そういうことをしながら収益力を高めるということと、いわゆる社会に対しての貢献力を高めるということをやっぱやっていくと。まあそういうことができる会社の方が応援してもらえる、社会から応援されるし、なくてはならない企業になっていくと。まあこういうようなことだと思います。今日は優秀企業家をどう捉えるかというお話をしました。次回の動画もお楽しみにしてください。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは内流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。